もみ先生、このコスプレ、何点ですか？何のコスプレなの？お世話してました？あ、そう、結構ね、頻繁にしてたんだよね。え？2ヶ月、2ヶ月出荷状態じゃないと多分期限切れになるんですよね。ダンボール。デートする？もし僕を裏で見たら、僕は何かしても知らないふり。もみ先生、このコスプレ何点ですか？何のコスプレなの？もみ先生、あの世界の果てまでっていう。ああ、わかります？わかりますか？おー、珍獣ハンターの。なるほど、なんで珍獣探してんのかと思ったそういうことか。いや、そうなんですよ。ちょっと若干わかりにくいですかね。いや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 、わかるわかる、言われれば。言われればわかりますよね。うん。いや、なんか前それこそ着物で田舎娘やった時にちょっと似てるなと思って、あの印象が強すぎてちょっといろいろ探してたら、そう、妹さん似てるなと思って。いいですね、珍獣見つかるといいな。そう、このロスサントスにいっぱい動物増えたんで、この珍獣たちと写真撮ってきます。うん、実際妹さんが何してんのか知らないんだよな。妹さん今ですか？あ、お、そのイッテ Q で。イッテ Q で、まあ、それこそ行ってきます。イッテ Q 世界中の珍しい動物たちを、お、まあ見つけに行ってちょっと生態を見てみたいな。へえ、そんなとこ飛び回ってる印象ですね。なるほど。聞いたところによってヘスティアさんが好きみたいで。へぇー、受けは良かったです。そうなんだ。はい、もしもし、ももみです。あ、藤子です。お電話いただいてたみたいですいません、出られなくて。あのさ、今さ、不動産じゃないけど、不動産のことって聞いても大丈夫？はい、大丈夫です。ね、北の、2027に、はい、昔、ももみちゃんから、牧場を買ったんだけど、はい、今、なくなっておりまして。あ、期限が多分過ぎたのかなと思うんですけど、お世話してました？そう、結構ね、頻繁にしてたんだよね。え？で、なくなっちゃってるから、なんでだろうって思って。わあ、多分期限切れでなくなってると思うんですよね、なくなってる理由は。はいはい。でも2、3日前も行ってて、2、3日に1回は絶対行ってるよ。ああ！すいません、じゃあ1回、もうなくなっちゃったもの買い直せなくて。はいはい。でも、なんかね、なくなってるんよね。そうそう、なくなってるってこと、多分あのコンビニとかガソリンと同じで、うんうん、お世話、あの稼働してないと消えるんですよ。はいはい。それで消えちゃってるんだと思います。どうすればいいんだろう。わあ。一応ね、不動産にはね、一応不動産の方で牧場の期限切れ通知が来てて、うん、なんかさ、触んないといけない？毎日パソコンとか。いや、多分その段ボールを出荷してるのが、うん、2ヶ月出荷状態じゃないと多分期限切れになるんですよね。段ボール、段ボールって2ヶ月で出荷したこととかありますか？2ヶ月以内でダンボール出荷したことない。なんかあの、とりあえずいつも餌と水とうんちの処理だけしてた。ダンボールを出荷しないと消えちゃうんだよね。ダンボールを出荷しないと1円にもならなくて、牧場って。あ、そう、なってない。これ何やってるんだろうって思いながら。え、何してんだろう、私って。説明がちょっと足りなかったのかもしれない、ごめんなさい。
ごめんなさい、私も今すぐちょっとそこ行って新しく復活させ直すのが難しいんで一回返金にはなっちゃうんですけど。あ、はい、大丈夫です。もう一回牧場引き続きで大丈夫ですか？あ、そうさせていただけると嬉しいです。はい、じゃあ2027今からとかできますか？あ、今からじゃあ向かいますね。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。やったことない？ないの？はい。しょうがないな。指さされてる。はい、これ開けやっていいんですか？ちょっと。ありがとうございます。マシロ。おお。これ大好きなんだから。くる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 。指さしてるよ。チョコレートザウルスドーナツ。マシロ指さしてるよ。食べたかったらあのストバで。ミキを待ってるんじゃないんですか？でも真っ白指さしてるよ。なんだ？どうしました？見てこれ。ネキーラさんに恋のライバルが出現したかもしれません。ちょっと待って、それをもうちょっと詳しくお聞かせください。ワンオクロック？え、ロクちゃん？あなたって呼んでるんでしょ？いや、それとはまた別の。何人いるんだ、ボーイラ君。ボーイに？あいつ、アメダさんってそんなにモテるの？そんなわけないでしょ、あんな。やっぱカモフラージュだったんだ、好き好き好きには。やっぱり、俺たちに反省してるふりして。誰アイドルをやってた女性で、非常にセクシーな女性だそうです。アイドルやってて非常にセクシー。名前は天丼よしみという方。あれ、知らない人だな。天丼よしみってあの僕の筋肉 ASMR を。そうだよな。ノビーの筋肉 ASMR が好きな人だよな。はい、そうなんだ。じゃ筋肉好きってこと？いや、ハゲが好きだそうで、それで今めっぽうオイラさんに会ってお話がしてみたいとのことで、これからオイラさんタイミングがまずいわ。お話し次第会うそうです。トビ君これ見て、可愛すぎる。そんな可愛い。私はこれからそれを見守りに行くところです。見守りに行く。ありがとう。はい、これもどうやらデートをする。デートをする？え？ノビー、どういうことだ？さっきの話はお前嘘をついてたのか？俺に大丈夫ですよって言ったのは我々が嘘をつかれたんですよね、吉田先生。そういうことになるわね。よし、サーマルで確認しに行こう。何も信じられない。どうすればいいんだ？ボイメキが言ってることがみんな違うじゃないか。やってんだ、ボイちゃん。ボイ吉になっちゃうの？私はボイロックかもしれない。本当ですか？私はボイラさんを信じています。何かあったら任せていいんですね。任せてください。彼の真実の愛をみんなで確かめましょう。よろしくお願いします。うちの隊員が、可愛い後輩が傷つくところなんて見たくない。希望ですね。希望はないんです。お怪我ですか？痛い。マジで。そんなジャンプしまくってるから。お願いしてもいいですか？痛い。CPU な、はい。お願いします。痛いよ。うん、かわいそうに。冷やしますからね。CPU を冷やすのは大事。空冷で。あ、違う、水冷で。ありがとう、修理。修理。もみ。ん？もみ何もしてない。ノビーがやった。何も言ってない。覚えてる？何を？覚えてない？何を？なんか僕見たらなんか。はい。ん？覚えてない？うん、わかんない。わかんないか。うん。仲良くしよう。仲良く。仲良くしよう。うん。うん。仲良くしよう。しよう、CPU。約束。約束よ。いつまで飯食ってんの？本当に。
うん、何の約束か分かんなきゃ仲良くするよ。分かった。うん、はい、こんにちは。もし僕を小屋で見たら、僕が何かしても知らないふりそういうことか。めっちゃ嫌いじゃない。了解。710万ならあー、オッケーオッケー、ありがとうな。俺はもうおしゃれしてる。110、100、1000万、10万、100万。よし、兄貴、気づいてると思うけど CPU 部屋で隠れてるからね。だってかくれんぼ好きなんだもん。かくれんぼしてる人いたらどうしてもやっちゃうよ。かくれんぼ好きだったら言うんじゃないよ。だってさ、だってかくれんぼしてるのに見つけてくれない、乗ってくれない人いたら寂しいじゃん。だってあんままさ、もも見やなかった一生すごい閉じ込められてたんだよ CPU。大丈夫よ、それで僕大丈夫。大丈夫なんだ。だからかくれんぼだもん。そっか、強いな。もみ一人やだよ。僕は一人がいい。そうなんだね。分かった。今度は黙っとく。本当に？うん。今度だけね。分かった。うん、約束。約束ね。オッケー。仲良くしよう。オッケー。うん、仲良く。はい、気をつけていってらっしゃい。ありがとう、お大事に。お大事に。